動画をご覧いただいてありがとうございます。韓国即答 G7 参加招待喜んで、貿易と経済で貢献、中国に怒られるよというテーマで今日はお送りしていきたいと思います。面白くなってきましたね。韓国がですね、トランプ大統領の G7 への招待を受けましたね。しかも即答喜んでといったところでしょうか。貿易と経済で世界に貢献したいとのことですが、何をするつもりなのでしょうか。また、同時にですね、習近平国家主席の訪韓を調整中の韓国ですが、今回の G7 出席がですね、今後の中韓関係にどう影響を及ぼすのか、そのあたりを、見ていきたいと思います。記事は聯合ニュースと、あと中央日報の一部引用になります。韓国のムン・ジェイン大統領は1日トランプ米大統領と電話会談し、トランプ氏が主要7カ国 G7 首脳会議サミットに韓国を招待したことについて、喜んで応じる、貿易と経済の両面で韓国ができる役割を果たしたいと述べた。青瓦台の韓民族報道官が伝えたと。会談は約15分間行われた。 G7 首脳会議が対中牽制の手段になる場合、経済への影響を懸念し慎重な姿勢を示すとの見方があったが、新型コロナウイルスをめぐる国際情勢に能動的に対応するためには今回の機会を活用する必要があると判断したと見られると。いうことで、まあまあね、喜んで応じると。で、貿易と経済の両面で韓国ができる役割、何があるんでしょうね。はい。で、G7 の首脳会議が対中牽制の手段になる場合と、なる場合というか、もう明らかにそういう議題になっちゃってますよね、今ね。どう考えてもアメリカが、完全にもう対中に対するね、体制を整えるためという、状態だと思いますが、何を期待しているんでしょうか。はい、続いて見ていきたいと思います。トランプ大統領は G7、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本について、古い体制で現在の国際情勢を反映していない、として、G11 か G12 体制に拡大する案を模索していると言及。ムン大統領は G7 体制は世界的な問題に対応し、解決策を見つけることに限界があるとし、G7 体制の転換に共感し、韓国とオーストラリア、インド、ロシアを招待したのは適切な措置と応じたと。ムン大統領は G7 首脳会議が適切な時期に成功裏に開催されれば、世界が正常な経済に戻るシグナルになると述べた。11カ国のほか、ブラジルを加えることに関しては、人口、経済規模、地域の代表性などを考慮した際、加えることが適切との考えを示した。これに対し、トランプ大統領は、いい考えとして、そういう方向で努力すると応じた。両氏の電話会談は25回目で、今年に入っては3回目となると。いうふうにですね、伝えています。こちらの聯合ニュースの方ですね。まあ、ね。いやー、しかし、まあ、トランプ大統領は G11 か G12 の体制にしたいと、拡大したいというふうに言っていることに対してですね、もうムン大統領はもうノリノリですよね。もう G7 体制では世界の問題に対応できないと。G7 体制を転換するということに共感して、さらにですね、ブラジルを加えることまで提案しちゃってますからね。トランプ大統領は何をしたいと思っているか分かっているんですかね。はい。まあ、これに対してですね、中央日報の方の、まあ、記事の一部引用になりますが、見ていきたいと思います。だが、問題は会議の性格だと。トランプ大統領が反中戦線強化のためにパートナーを
休業するために G7 首脳会議を利用する場合、韓中関係にその火の粉が飛び散るためだと。実際今年の G7 会議議題は議長国米国の関心事である中国への対応だ。ホワイトハウスのアリサ・ファラー戦略広報局長は、4カ国の招待は伝統的な同盟国、新型コロナ被害を受けた国々とともに中国の未来について議論することを願うと明らかにしたと。このような状況で習主席の訪韓が G7 首脳会議日程直後に行われれば、韓国は中国を批判する G7 会議に出席した後、習主席の国賓訪問を歓迎しなければならない皮肉な状況に置かれることになるということですね。もうすでにですね、G7 の議題というのは、中国への対応ということで発表されてますし、そんなことはですね、まあ誰がどう考えてもわかることじゃないかなというふうに思います。まあそれに対してですね、ノリノリで、まあブラジルも追加したらいいんじゃないでしょうかということで、まあトランプ大統領はそれをまあね、それはもうトランプ大統領にしてみたら、ここにありますが、休業するためにということで、まあ休業という意味はですね、まあ改めて申し上げると、志や目的などを同じくする人々を広く集めることと、いうことですから、もう完全にですね、対中国に対して、まあ、今回のコロナの責任を取らせようという、まあ、そういう議論になるんじゃないかなということは容易に想像ができます。もうすでにですね、中国に対しては110カ国を超える国がですね、訴訟を起こしている、もしくはこれから起こそうとしているという状況でですね、まあ、この G7 ですね、まあ、本来6月でしたっけ、6月かな、に開催される予定でしたが、まあ、コロナの関係もありますし、まあ、今回の WHO に対するアメリカの、対応で、まあ、ドイツがちょっと、まあ、反対しているということで、まあ、不参加を表明してましたよね。まあ、その関係もあって、まあ、9月に延期するというお話になっていますが、まあ、この9月というのがこれまた韓国にとってはタイミングが非常に悪いですよね。習主席の訪韓が、首脳会議日程直後に行われればと、逆にこれね、この辺でちょっとこうガチンコで合わせてもらいたいですね。すごい面白いですねこれね。はい、続いて見ていきたいと思います。逆に習主席の訪韓日程が、日程協議が勢いに乗り、G7 会議以前に入ってもまた別の悩みが生まれると。習主席の訪韓をサード高高度ミサイル防衛配備によって行き詰まった韓中関係改善のための布石にしようと考える韓国政府にとっては、 G7 会議を控えて中国の不満表示にどのような立場を伝えるべきか悩みが深まるほかないと。中国外交部は先月29日に行われたサード体系装備搬入に対して公開的に不快感を表したが、習主席訪韓時も関連の議題が扱われる可能性が高いということで、まあ、今、ちょうど習主席の訪韓日程のあれですね、調整をしているようですが、まあ、それがトントン拍子で行ってしまって、G7 の会議の前に入ってしまったりするとですね、これはこれで韓国非常に、厳しい立場ですよね。G7 でまあ対中国の、議題をすると、まあまあもう中国にしてみたら悪口を言われるのは分かってるわけですからね。それの参加前にですね、習主席が来て、まあ、サードの問題を、改善しようというふうに韓国は考えているようですが、逆にですね、まあ、この間、29日に行われたサードの体系装備搬入ということに対しては、もう中国、もうお怒りモードですからね。これがもう来られた時には議題として扱われる可能性が高いと言って、まあ、ね、韓国にしてみたらこれをなだめようとしていますが、中国にしてみたらですね、あえてこの議題を取り込むということは、もう、どういうことが起こるか想像できないんですかね、この人たち。はい。続いて見ていきたいと思います。アサン政策研究員のジェームス・キム上級研究員は、
2つの大きな外交的行事が開催される秋頃になれば、米中関係は今よりもさらに厳しい状況に置かれている可能性が高いとし、11月の大統領選挙を控えて、トランプ大統領は対中関係に対する様々な決定を下し、これに対し中国は一歩も引かないことが予想されるためと説明した。キム氏は続いて、このような状況で韓国政府が取ってきた戦略的曖昧性は外交的に極限対立状況にある両国双方を不快にさせる結果をもたらす可能性があるとし、韓国政府が外交的難局に陥ることになるかもしれないと懸念したというふうに記事は伝えています。いや、もうまさにこの研究員さんの言う通りじゃないですかね。どう考えてもこれ9月までにですね、今の米中関係が良化するなんていうことはまずありえないですよね。まずコロナの責任問題をはっきりさせるというところが一つですね、懸案として上がってしまっている以上ですね、中国としてはこれを認めるわけにもいかないでしょうし、とはいえですね、アメリカは世界の国々を束ねてですね、中国に対して相当プレッシャーもかけていくでしょうし、それに輪をかけてですね、輪をかけてというか、制裁として貿易、米中貿易ですね、のところで制裁もどんどんかけていくでしょうし、ということを考えるとですね、明らかにこれ、ここから先どんどん激化していってしまいますよね。そこにですね、これはしかし本当に韓国難しい立場というか、タイミング的にも、位置的にも、難しい立場、本当にこれすりつぶされちゃうんじゃないですかね。戦略的曖昧性ってこれ、何の戦略があって曖昧にしてるんですかね。両国双方を不快にさせる結果をもたらす可能性があると。もうほぼそういう状況になりつつありますよね、今ね。ということでですね、これ本当に楽しいって言うとあれですけど、楽しみなネタが一つまたできたなというふうに思います。ということで、今日はですね、韓国が G7 の招待を、もう即答でしたね、喜んでということで、即答したという記事をご紹介してきました。これはですね、皆さんも非常に楽しみにしているんじゃないかなというふうに思います。はい、引き続きですね、この、状況については、注目していきたいと思います。それでは、今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。